モニター検査って50でしょう。モニター専門家モニケンです。モニケンの元にまたあの依頼がやってまいりました。 AI 画像生成に特化したパソコンを作ってほしいっていうことでね、モニケン動きます。以前もね、モニケンでは AI モデルっていう形で AI 画像生成に特化したパソコンを監修したことがあったんですが、なんと今回 AI のプロフェッショナルが揃ったAI ハブさんから第2弾のね、企画監修依頼をいただきました。というわけで、今回は新型の AI 特化 PC を作っていこうと思います。販売はおなじみストーンさん、いつもありがとうございます。 AI とかよくわからんっていうね、皆さんも今回紹介する機能マジですごいんで、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行くぞ。というわけでね、 AI 特化 PC がこちら。その名も AI モニ03。こいつについて簡単に紹介していきたいと思います。まずね、もう見てください、この美しさ。めちゃめちゃデザインいいですよね。今回もやっぱりがっつり映えるデザインがいいなっていうことで、ストームさんの最新モデル限界の PC ケースを使用させていただいております。ストームさんらしいホワイトをベースにしたデザインなんですが、このね、270度のピラーレスのガラスケースでめちゃめちゃ映えますよね。絶対デスクの下じゃなくてデスクの上に置きたくなるデザイン。 RGB1 の光り方も美しくて統一感が素晴らしいですよね。もちろんね、各種配線も裏面配線なので、このね、ガラスパネル越しには配線はほぼありません。グラボとね、簡易水冷クーラーのケーブルぐらい。やっぱり AI イラストのデザインとかをね、仕事にしてる人ってインテリアとかにもこだわってる人が多いと思うんですよ。なのでね、デザインの方はしっかり力を入れておしゃれさを前面に出してみました。では続いて中身も見ていきましょう。グラボだったりファンだったり内部のパーツの配色が完全に統一されているのが分かりますね。ここもね、モニケンのこだわりポイントです。メモリカバーもついていて、中はねメタリックっぽい感じもあって、これまたかっこいいんですよ。 CPU クーラーもホワイトの簡易水冷クーラーを搭載していて、なんとこのポンプ部分の液晶の表示をカスタマイズできちゃいます。デザイン面めちゃめちゃ素晴らしいのが伝わったでしょうか。で、肝心のスペックなんですが、こんな感じになってます。 CPU にはインテル Core i9 14900KF、 グラフィックボードは GeForce RTX4090、 メモリは DDR5 の 32GB、 ストレージは Gen4 の SSD が 1TB、 電源は大容量の 1200W。スペックめちゃめちゃすごくないですか。もう PC ゲームをやるってなっても 4K120fps とか 360fps とか余裕で出せちゃう最強スペックです。そしてね、やっぱり一番の特徴はグラフィックボードが RTX4090、 こいつを搭載していることですね。 RTX4090 は VRAM っていうグラフィックボードのメモリ、要はグラフィックボードに一時的にデータを保存できる容量。こいつがね 24GB とめちゃめちゃでかい。この VRAM が大きければ大きいほど AI 画像生成、こいつのスピードがアップするんですよ。なので VRAM 容量のでかい RTX4090 は AI 画像生成にもめちゃめちゃ適したグラボなんですね。ちなみにゲームをプレイするときには高解像度の映像を出力する際に VRAM の値が重要になってきます。なので RTX4090 のグラフィックボードは AI 画像生成面でもゲーム面でもめちゃめちゃ素晴らしいグラボ、まあ現状最強のグラボなんでね、当然なんですけど、 AI 画像生成もゲームをがっつりやりたいっていう方にはめちゃめちゃ素晴らしい PC になってます。ということで、ここからは実際に AI モニ03の圧倒的なパワーと性能を試していきましょう。で、まずは AI で画像生成をしてるんですけど、めちゃめちゃ綺麗なね、美女の画像がバンバン生成されてますね。 AI モニ03のスペックの高さのおかげでスピーディーにガンガン生成が進んでます。 AI ハブさんのサポートコミュニティもあるので、操作方法がわからん
ってこともなさそうです。では次はね、いよいよ動画編、いわゆるディープフェイクに最適化されたロープオパールっていうソフト、こいつを使ってちょっと面白い実験をしていきましょう。これモニケンの過去動画なんですけど、ここに映ってる実験する僕の顔、ステーブルディフュージョンで生成したクリエミさんの顔、あとクリエミさん本人の顔とね入れ替えてみようと思います。でやり方がめちゃめちゃ簡単で、僕の動画を読み込んで僕の顔をキャプチャする、でその後入れ替えたい顔、これを選択してその顔とスワップフェイス、フェイスを交換したわけですね。でこれを選択してから20秒ぐらいですかね、最初は待ってあげると顔が入れ替わっちゃうんですよ。見てください、なんか違和感がえぐいですけど、これちょっとね、男性を女性の顔にしてるから違和感すごいんですけど、これリアルタイムもう全部変わっちゃうの。これ口の動きと綺麗に合ってる、なんか歯めっちゃ綺麗になったのね。僕って結構動き激しいんですけど、それでもねその動きにしっかりついてきて顔が変わってる。で元にするとこれですね、これこれがこう、すごくないですか、科学の力ってすげえ。さっきまでのはやっぱり男性を女性にしたから違和感あるんですけど、この女性の方をクリエミさんの顔と差し替えるとめっちゃ違和感ない、すごくないですかこれ。ちょっとね横顔の時だけは若干違和感あるんですけど、正面はねすごいですよこれ。これがこう、これがこう、ビューティフォー。ちなみにこうやって顔をスワップした映像の動画の出力も爆速です。これはねグラボの性能をフルに活かしてますね。活用次第でいろんなマネタイズもできそうな気がします。まだこういう技術って全然広まっていないと思うんですけど、実際こうやってね触れてもらって正しい理解を広めていくことが大事なんだと思います。今回紹介してる AI モニ03なら高度な AI の機能を誰でも手軽に体験できるので、 AI の可能性を肌で感じてもらいたいですね。先ほど少し話したんですが、今回 AI モニ03を購入していただいた方には専門家集団 AI ハブによるコミュニティサポートがついてきます。個別にマンツーマンで教えてもらえるっていうわけではないんですが、ディスコード上に専用のコミュニティを用意しているので、初心者の方でもいつでも気軽に相談できる環境をご用意しております。コミュニティではみんなで AI 画像を共有したり、最新技術の情報交換をしたり、 AI 画像生成の可能性をみんなで仲良く交流できる、そんな場所になればいいなって思ってます。というわけで今回紹介させていただきました、AI モニ03。詳細については概要欄にねリンクがありますので、そちらから確認してみてください。 AI の性能を妥協なくね全て引き出せるような、そんなマシンにさせていただきました。 AI で何か新しいことをやってみたいけど専門的なことはよくわからないから始めるのも不安、そんな方はこの AI モニ03で AI クリエイターとして出してみてください。 AI ハブのプロ集団がねサポートについてますので、普通に始めるよりもかなりねハードル低く始めることができると思います。ちなみに以前販売した AI モニ01は今回 AI モニ04としてアップグレードして販売させていただきます。見た目に関してはこちらの AI モニ03と同じなんですが、グラフィックボードが RTX4060Ti の 16GB モデルになっていたり、 AI モニ03からダウングレードしたモデルって感じになってます。 RTX4090 はさすがにオーバースペックだし手が出ないなって思っている方はね、 AI モニ04もチェックしてみてください。どちらも概要欄に詳細が確認できるリンクを貼っておきます。どちらのモデルももちろん AI ハブのねプロ集団がサポートしてくれるコミュニティには参加ができます。なので AI 関係は初めてっていう人でも安心して挑戦できるでしょう。この動画やこの AI モニシリーズを通じて AI の魅力が皆さんに少しでも伝われば嬉しいです。皆さんもぜひ AI モニ03、AI モニ04で
AI の世界へ思いっきり使っちゃってください。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!